はい、皆さんこんにちは。今回はプレデタープランツに新規がマスターデュエル実装されましたので、こちらのガーディアンキマエラ使っていきたいと思います。素材はカード名が異なるモンスター3体で、手札とフィールドのモンスター1体以上素材にしなきゃいけないんで、プレデタープランツのお家芸超融合は使えませんのでご了承ください。そして魔法カードの効果で融合召喚に成功した場合、ハンドの素材の数だけドロー、そしてフィールドの素材の数だけ相手のカードを選んで破壊すると。注意点としては破壊とドロー同時処理なので、破壊できなかったらドローもできません。そして場の素材の数分必ず破壊しなきゃいけないので、フィールドの2台を素材して1枚だけ破壊する、そういったことはできません。2枚素材にしたら2枚破壊必ずしなければいけませんので、そこだけご注意ください。そしておまけのように墓地に融合があったら対象耐性を付与されます。でもちろんプレデタープランツの新規ということで、今回はプレデタープランツを使っていきます。こちらセラセニアントはフィールドから効果で墓地に送られると、デッキからプレデターカードのサーチ、セラセニアントを使ってプレデタープランツはアドを稼いでいくテーマなんで、セラスニャントをまずフィールドに出してからガーディアンキマエラを融合召喚して、セラスニャントのサーチとガーディアンキマエラのドローでアドソンテーマプレデタープランツを補ってやろうっていうわけですね。セラスニャントのサーチ先としてはこちらプレデタープランター、ターン1で手札墓地からレベル4以下のプレデタープランツモンスターを特殊召喚することができます。このカードを使ってセラスニャントを継続的にフィールドに出して使い回していこうっていう感じですね。それではデュエルやっていきましょう。ということでこちらの先行、まずはオフリスコーピオ召喚から入りましょうか。プレデタープランツにおいて先行ってめちゃくちゃやることないんですけど、オフリスコーピオ召喚から、マスカレアストラムに繋ぐことができるんで、まずはそれを狙っていきます。とりあえずローンファーを切って特殊召喚ですね。さあここに対して誘発当てられるか、増字は無理でとりあえず増字当てられたんで、ダーリンコブラを特殊召喚して次のターン用の超融合をサーチしてくるみたいな感じにしましょうかね。まあ、フューデスもあるが、とりあえず今回は超融合サーチかな。だからね、プレデタープランツとして戦っていきたいんで、まあ、一旦この形でいいかな。最悪人雫あるから、まあ、防げるし、ラディアンもあって相手のモンスターを1体リリースできるから、トップで闇属性モンスター引いたら、ラディアンと、一緒に超融合して、スターベノムフュージョンダラゴンなり作れていけるんで、それを狙っていきたいところですね。まあ、あとは相手の高校単一で何されるか問題ですね。さあ何が来る、うららうららを召喚かね。ふう、いやーここから何、ああ融合ってことは、いや確実にうららをフィールドに出す意味がないんで、この場面って出てくるモンスターってこれ1体しかいないんですよね。いやお前が先に出すんかーいお前が先にキマエラ出すんかーいいう話ですよ。なんでやねとりあえずガーディアンキマエラドローされたくないし破壊もされたくないんで、どうせ爆破壊するだろうから一滴投げていきましょう。まあ、プレデタープランツにおいて使うのはガーディアンキマエラのまくり性能っていうよりも、まあドローの面がね大きいんで、それを目指していきたいです。とりあえずデストイパッチワーク、これは強いですね。まあ、相手さっきウララ通常召喚から入りましたけど、あのウララってトップなんですよね。多分トップじゃなかったら間違いなくオフリスコピーで投げてるはずなんで、同時じゃなくてね、なんでウララはないでしょう。とりあえずデストイパッチワークから融合とエッジインプチェーンをサーチですね。でまあこっちもやることないんでガーディアンキマエラお返しして、でなおかつこっちのサーチは通るというわけでガーディアンキマエラお返ししていきましょう。エッジインプチェーンとまあさすがにサージュかな。ラディアンは返しのターン用に1枚持っておきたいんで、まあ、こうなってくると相手が今回伏せてないんでサージュがいらないんですよね。サージュって伏せ除去用だから、セラスになんてもないですからね。とりあえずガーディアンキマエラがチェーン1、チェーン2でデストイ、エッジインプチェーンの効果ですね。まあできればサーチするカードはガーディアンキマエラの前に置きたいんですよね。ガーディアンキマエラのドローを見てサーチ先を決めたいから。なんですけど、プレデタープランツだったら、セラスニャンとエッジインプチェーンを同時に巻き込む必要があって、それはちょっと厳しいっていう感じなんですよね。で、ガーディアンキマエラ対象は取られないんですけど、相手の墓地に融合があるから。このガーディアンキマエラは選んで破壊するんで対象は取っております。1000ということでガーディアンキマエラ殴っていきましょう。まあ、こちらは一旦ですね、セラスニャンとハンドに来たんでかなり強いですけど、あー出たノイヤーの相棒マハーマなぜプレデタープランツデッキにマハーマが入るのか本当にわからない天才かよ。そう、相手の墓地にね、あ、ちなみにこれ相手のデッキね、まあ、名前見たらわかると思うんですけど、プレデタープランツなんですよね一枚もプレデタープランツがないっていう、まだね、相手のハンド2枚でこの盤面どうにかしてワンキルっていうのは多分難しいんですよね。セラスニャンとあるから。だから超融合は伏せずに行きます。バック除去されたらきついんでね。まずはローンファイアブロッサム超融合されそう、まあ、超融合されたらされたで別にいいんですけどね。
ローンファリリースから出てくるのはオフリスコーピオですね。でオフリス効果使える相手はハンドがモンスターですね。でサージを切ってリクルートするのは何かっちゅう問題ですね。リクルートしてくるのはプレデタープランツセラスニャンと、融合じゃない、新これはねノイアーのプレデタープランツは最強構築なんでシンクロしてくるんですよね、あのプレデタープランツ強くて、はい、フヤ城、はい、フヤ城ん、あキマイラね、はい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 、天才かよ、なんでフヤ城でキマイラを蘇生するっていう発想が出てくるんだよ、天才ですこの人。まあ除去られるってことを考えたらフヤ城を使ってガーディアンキマイラを使います。まあ、使い回したところで意味はないんだけど、ランク9の素材になるっていう点はかなりいいのかなっていうふうには思います。でランク9が作れるってことはね、まあもちろんみんな嫌いなあいつが来るってことなんですよ。多分あいつが来る、おそらく来る、来たなんでこのこいつのデッキはプレデタープランツとでビーストが出せるんだよ普通のデッキでプレデタープランツでビーストを出すの結構大変だからな出せんことはないが、ただまあ、このビーストはそんなに強くなくて、まあ、ビースト効果を発動してね攻撃止めてくれば、超用語で吸ったらいいだけなん でなおかつこっちにはラディアンがあるんで、まあ、やっぱりねビーストはねドローフェーズもしくはスタンバイフェーズに打つのが基地かなっていうのは個人的に思いますね。特に今だったらガーディアンキマイラが立ってるんで無限保養が投げられないし、まあ、大体ひとしずく1枚打ったらもう1枚引きづらいですよねっていう感じで、とりあえずデストイパッチ役から入りましょうか。セラスニャンとセットしてデストイパッチ役を発動、まあ一旦、まあおそらくこれで勝てるんですけどね、超融合で。一応サーチだけ通しておきます。で、超融合発動していきましょう。まあトイパレードはもう確実にいらないんで、トイパレードを切って、なんでもいいんですけど、やっぱね、最後はスターウェノムフュージョンドラゴン、こいつで決めたいですね。融合召喚して、スターウェノムフュージョンドラゴン、いきましょう。あー、なんかバグっている。なんかバグっている。あー、かっこいい演出見れない。とりあえずセラセナットの効果ですね。サーチしてくるのは何でもいいんですが、一応プレデタープランター。そしてバトルフェーズ入っていきましょう。まあ、墓地にね、なんかできるカードもなかったんで、まあ、勝ちでしょう。ガーディアンキマイラでダイレクトアタックして、こちらの勝利ですね。はーい。まあ、ガーディアンキマイラがやっぱり強いですね。うん。キメラフレッシャーで解決できない盤面とかもこいつで解決していけるっていうのは強い。はい、まずは相手の先行。うん、カッポーベース。マジやばいって。あー。それもただの強欲なツボなんよ2枚目だと何のデッキだよこれ、むしろああこれもう負けじゃろ、これアルカナフォースか、何なんだよこのデッキ、何するデッキなんだ、え、何これな、何するカードこれ、知らないんだが、星の金か、手札を2枚選んで相手の手札に加える、その後自分はデッキから2ドロー、え、意味やからん、副作用トラップ、何する、何このデッキはあ意味わかんないんだが、いやこれ、え、何これマジで、あ、ラニアン強くて、何これ、何が起こっている8枚以上の場合相手は手札を全てデッキに加えてシャッフルしてカードを2ドロー、あ、ゴミあ、ゴミこいつマジでマジやばいってこれ、え、もうこんなんやることないからとりあえずターンエンドしかないですこれ、はい、何これ、うわ、ミチオンだ。ライフポイント半分にするやつだ。いや、これに対して、セラセナと出したところで無駄ないよね。とりあえず、アニメライフから始めても、まあ、最悪、禁じられた人一足で、なんとかできるでしょうっていう感じですね。もう9ターン目なんだが。これ決着つかんだろ。あっこからライフ4000から減ってないか。アセンブリになっちゃう。あ、やばい。これね、アーゼウスルート入ってるけど、まあ、アーゼウスはどうでもいいか。アーゼウス出た瞬間にプレデタープランニングぶち当てて、アーゼウスリリースしてしまえばどうとでもなるんで、で次のターンでトップでモンスター引いたらガーディアンキマイラから入っていってツードローかましてっていうプランでいきましょうかね。はい、ダウナードマジシャン、うん、はい、でここじゃない、ここでは打たない、もちろんね、はい、出せよ、はいはい、アーゼウス、はいいや、アーゼウスは脅威ではない、アーゼウスは全く脅威ではない、プレデタープランニングを伏せてある限りね、全然いいぜ。でもエンドフェーズでプランニングって次のターンヒドラを蘇生してっていう動きでまあいいでしょう。でトップがモンスターかどうかですね。あとこれは捕食カウンター乗せておいて、
トップがモンスターならまだワンチャンある。ドロー加速して、ドロー加速じゃない、手札交換に入れるんで、あ、モンスター、はーい、これもなかなかいいっすね。とりあえずヒドラですね。捕食カウンターが乗ったモンスターをリリースして、泥先のヒドラでガーディアンキメラ出していく流れにして、まあ、バックは破壊できないんだけど、バックは破壊できないが、とりあえず手札を交換したい。融合発動して、でまあ、キマエラ出していきましょうか。キマエラ出してバックは取れんが、ドロー2枚、それでこの状況を好転させたい、まあ、最悪あのセットカード、こっちの攻撃を防ぐものじゃなければまあいいでしょう。ガーディアンキマエラ出して、でプランニングを発動させる価値はないですね。どうせ天国ので破壊できないん でとりあえずカード2枚ドローして、あー弱くて、うん、弱いが、まあまあまあ、とりあえずデストイパッチワークを発動。で、融合とエッジインプチェンをサーチですね。で、まあ、そのまま殴っていいんじゃないかな。殴りに行きます。ガーディアン兄弟で誰か叩く決めて、ただ、ライフ差は結構あるんよな。あ、待って、エンドしちゃったんだが、ハカードの指名書伏せてない。ぐだついていく。まあ、いいだろう。どうせ相手のデッキ、ハカードの指名書刺さるようなか、多分、入ってないよね。ウララとかゾウジーとかの誘発系だけでしょ、多分。はい、天国の、それは構わんよ。もうどうせバックは多分、あのさっきの副作用とかの反動を増やさせる気、ああまずい。なぜ俺はハカードの指名者を伏せてなかったんでしょうか。ああまあまあまあ、今いい、全然いい。トラトリー、はい、トラトリー、はい、確定サーチ。はい、もう好きにしろ、好きにするがいい。でカード1枚セットしてからのターンエンド、あ、これ勝てるのでは。ただここでエッジインプチェーンを出していいか問題はあるゆえ、うん、まだ出さなくていいかな。とりあえず殴って、エッジインプチェーン出したところでライフは取り切れないから、とりあえず先殴ろうか。先に殴ってから考えよう。とりあえずガーディアンキバリで誰かアタックして、どうなる、はい、通っていく。いや、あのセットカードはマジでね、反動増やす系だと思うんですよね。また、とりあえず、デストイパッチワークから発動して、またドロー加速していいんじゃない、これ。で、なおかつガーディアンキマイロを守備表示にしといて、うん、そっちの方がいい気がするわ。融合とエッジインプチェーンをサーチして、んで、ドロー加速をやりましょう。どうせね、これ、増字刺さんないんですよね、相手に対して、マジで。何も特殊召喚する気がないもん、あのデッキ。キマイラと、エッジインプチェーンと増殖する G で、素材がね、カード名が異なるモンスター3体なんで、エッジインプチェーン2枚とゾウジーとかっていう風にできないんですよね。なんで、とりあえずガーディアンキマイラ、融合召喚していきましょう。で、相手のカードは割れないが、これでドロー加速はできるし、うん、それでいいかな。で、キマイラチェーン1でチェーン2にエッジインプチェーンで。もうエッジインプチェーンとかデストイパッチワークがもう使えないんで、デッキの中にエッジインプチェーンと融合がないんで、まあ、その辺を適当に手札に加えて、まあ、トイパレードにしてもデストイパッチワークにしてもどっちでもいいか。多分刺さらん、どっちも。で、超融合のコストになるんで、これは。あー、ドロー弱くて、これ。破壊するのは何でもいいんだが。そうっすね、ドロー弱いっすね。まあ、今度こそ、油断せずに行こう。ハカードの指名者セットして、まあ、一旦、次のターン死ぬことなさそうなんだよな。多分相手にね、キマイラ突破しながら、副作用また決める気です、こいつ。これで俺がカードを3枚ドローした瞬間に、あいつ多分打ってくるから。うん、そうだね。打ってくるね。え、それだったら多分な、で、ライフ回復されるのもちょっときついから。それだったら、あれだ、いや、ダメか。墓の示しどうせ持ってたから、どちらにせよ、あれはケアできますね。大暴落は。天国の王はどっち向いててもいいんだけど、あいつね、多分また星の金貨だっけ、あれ持ってるんだよね。あれから、あ、大暴落、はい。これね、死ぬ気で手札を減らさないといけない。マジクソだるいんだが。なんでこんなやつにさ、一雫使わなきゃいけないんだよ。待たされるだろ、あれ、さっきの。で、多分ね、大暴落にチェーンして、ハンド減らしても多分ダメなんよね。多分ダメだから。うん、一旦こうするわ。でとりあえずハンド減らすのを兼ねてちょいを打っていって、で天国の方があの悠々自適にあんなところにいるってことは、ハンドにね間違いなく天国の方いるから、その見せてきた天国の方を墓の指名者で止めて
で次のターン生き残ったドラゴスタペリアと、フルールトサージュ、まあ、エッジブチェーンでもいいけど、その2体でダイレクトアタックを決めてこちらの勝利っていうプランに持っていきましょう。今だったらしかもプレデタープランニングの墓地除外で相手のバックを破壊できると、それでいいんじゃないか。バックが何か問題はある、バックが何か問題はあるが、で多分出てくる、これこのチェーンは出てくる、あ出るよなそれはダメでーすってやって天国の除外して、でこれでバックも取れつつ、ドラゴスタペリアも生き残ると、そのプランでいいでしょう。はい、ダメでーすして天国脳の効果を不発にしておいて、はい、で真ん中のカードが何ですか、破壊輪、なんで発動しなかったんでしょう。あれか、ドラゴスタペリア取ったところでライフはきつい、あでミチオンしかいない、はあはあはあ、なるほど、ま、ただあそのままエンド壁か、まあ、多分ね破壊輪発動して自分のライフも減っちゃうからきつかったっていうところだけど、相手サレンダー、なんでだなんなんだよあのハンデスマジで。あデッキレシピはこんな感じです。まあ一般的なプレデタープランツですね、一般的なプレデタープランツに、今回はですねデストイパッチワーク、そして融合エッジインプチェーンを333ラインで積んでおります。こうすることでガーディアンキマイラへの安定性を高めようっていうわけですね。でフュージョンデスティニー、これ純制限カードなんですけど1枚の採用となっております。これ別にスビキは期待していなくて、プレータープランツにはオフリスコーピオからのダーリンコブラでフュージョンカードをサーチできるんで、そこからサーチしてこいっていう算なんですね。でまあオフリスコーピオ制限カードではあるんですが、ロンファイアブロッサム、こちら2枚積んでるんで実質3枚体制で、まあ、まあ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 引けるでしょうっていう感じですね。引けるっていうか、まあ、オフリスコーピオ使えるでしょうっていう感じですね。でエクストラデッキではこんな感じです。ガーディアンキマイラ今回は2枚採用しています。2枚あったら便利な場面もありますけども、2枚目が必要ない場面もあります、多々あります。まあ、2戦目みたいにね本当に2枚欲しい場面はあるんで、枠が余ってるなら2枚入れるべきカードかなって思っているふうには思っています。でガーディアンキマイラが来たことによってプレータープランツもう一段高いステージに登ることができたので、新規が来るまではねこのデッキ使ってみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。